アンドリアン・ニコライフ、アンドリアン・グリゴリビッチ・ニコライフは、ソビート連邦の千葉市人の宇宙飛行士。ニコライフはボストーク3号とソユーズ9号で2度の宇宙飛行を行った。これらの飛行での彼のコールサインはファルコンだった。両方の飛行で、軌道上への滞在時間の最高記録を更新した。また、ボストーク2号とソユーズ8号ではバックアップを務めた。 1969年1月22日、ニコライフはソビエト連邦軍の大尉、ビクトル・イリーインがレオニード・ブレジネフを狙った暗殺事件から生き延びた。ニコライフは1962年8月に宇宙から初めてテレビ放送を行った人物でもある。ボストーク3号では、ボストーク4号のパベル・ポポビッチと共に初めてデュアルフライトを行った。 宇宙飛行の初期には、養成中の宇宙飛行士を独房に入れて、どれだけ長い間孤独に耐えられるかを見ることが普通に行われた。多くの者が精神に異常をきたしたが、ニコライフだけは最長の4日間を耐え抜き、鉄人として知られるようになった。1963年11月3日、ボストーク6号で女性として、 初めて宇宙を訪れたワレンチナ・テレシコワと結婚し、一人娘、エレナを設けたが、1982年に離婚した。なお、エレナは長じて、医学博士となった。ニコライフは二度のソ連邦英雄やレーニン勲章のほか、様々なメダルや外国の勲章を受賞している。月のクレーターニコライフには、 彼の名前が付けられている。2004年、ニコライフは、チュバシ共和国の首都、チェボクサルで、親近拘束のために死去したが、後に、スキャンダルが起こった。モスクワに住む彼の娘は、スターシティの墓地に埋葬することを希望したが、チュバシ共和国大統領、ニコライヒョードロフは、葬儀の後ニコライフを、出身地のショルシェリに埋葬してしまった。しかし、チュバシ共和国には、 肉親は誰も住んでいないため、スターシティに遺骨を移す計画が進行中である。ありがとうございます。